何者なんですかね、本当にね。あ、ナビアン行っちゃう。あ、もう扇公園ここじゃん。お二人待ってますね。いい子に待ってますね。ここが扇公園。あ、この緑のやつ俺の地元の公園にもあったぞ。網で登るやつ。なんか縄がガサガサしててね、毎回なんか手に刺さるんですよ。いやー、元気。お二人さん、いや時間厳守言ってもちょっとイケメンにちょっと声かけられちゃって、苦情は全部ミッチーが聞くんかい。やれやれ、まあいいか、全員集まったし調査の話でもしようぜ。その秋のりの格好でものすごい目立つって、その秋のり私服ないんか。てか、てか、そうか、私服がこれか。プレ、まさにプライベートって感じだもんな。あなたの妖怪ウォッチ、オーガは。オーガ、オーガ、エルダ。え？ウィス。脅威召喚で強い妖怪に変身できちゃう。あ、え、後ろのやつに、このイケメソが進化するの？あの、お面が暴君ハバネロすぎるって。そうなんだ。まだ完全には使いこなせないけど、事件解決のためにも頑張るよ。そんな、その辺に売ってんの？妖怪ウォッチ。どこで手に入れたのみんな。あ、秋のりは妖怪探偵団の団長なんですね。あ、ウィスパーも把握してなかったんだ。何？自称団長ってこと？あ、本人希望でね。まあまあいいじゃん。やる気あるからね。みんな、頑張って怪奇案件を解決しような。おー。てか待って、俺前回メガウォッチつけてるとか言ってたけど、全然違うじゃん。あれもう妖怪ウォッチオーガなんじゃん。ケツ痛えだろ今の絶対。ウィスパー押し込んで。なんで桜木ヒルズっていう名前なのに周りこんなザ地名みたいな漢字横並び、ほら何こんないかついの。もっといいじゃん、お使い横丁。お使い横丁、そう考えたらめちゃくちゃいいな、響きが。さあ三つの、あ、え、お前さん方、え、あの二人じゃない？冷静なお姉さん。あ、デートで困ってた人とは別問題か。別女性かな。だから信じてくれよ。噂は本当なんだって。最近桜木ヒルズで話題になってるタプタプ池の人食い草っていう噂よ。お、そこだけを狙って襲ってくる植物がタプタプ池にいるみたいな。私は信じてないんだけど、まあまあ女性にはね、襲ってこないってことだもんね。この場合男が見たって言ったらそれ信じたらいいんじゃない。そう、襲われない普通の草が、女性の前で暴れないけど、男性に襲ってくるって言ってんだから。ありそうですね、これはね。人食い草は獲物が近くを通るまで姿を見せない。俺が襲われた時、あれは確かダイエット生活28日目の、まあ、任せろ、秋のり。長かったら俺飛ばすから。カットするだけだから。秋のり全然聞いてて、おい、トーマに全てを委ねるな、お前ら。ちゃんと聞いたれ。その最初の3分ぐらい聞いたれよ。トーマめっちゃ聞いてるよ。タプタプ池は大木公園の近くの池のことね。てかもうここ売ってくれんのかな、カレー。うちのカリーは本場のカリーだよ。何するメガトンカツカレーえぐいな。総重量3キロ。3キロメートル。すごいですね。いやでも974円しかねえからな。他にはちょっと待って、おい。メガトンカツカレー2000円でいいの？カレー屋さん大丈夫？そんな破格じゃない？あ、こちらもお店ですね。いらっしゃいませ。パン屋さん。どれにしましょうか。あら、2で出てきた方の娘さんですかね。いや、方向転換ミスってるって。誰が産んだのこの商品は。ドリクロ？こんな見た目しといて効果フランスパンと一緒かいな。レア度が違うだけじゃんけん。わ、ここは何ランク？うわ、S ランクだ。こんな住宅街に。なんだろう。お、おいおい、トウヤ？ハルヤだったわ。姫よ、どこにいらっしゃるのですか。笑っちゃいかん。彼は真剣に悩んでいるんだ。どこにいらっしゃるんでしょうね。妖怪の世界で
まあ絶対に妖怪関係じゃん。え？な、何それ。強そうじゃん。何？凍結。ホラー穴のホラーに、潔いと書いて、凍結。どうだ、人間界の感想は。平和すぎて拍子抜けするだ。はい、全くおっしゃる通りです。ああ、今、春也くんが喋ってたんだ。凍結の時はね、ちょっと声低めでいくんだけど、春也くんはちょっと爽やかに喋りたいと思いますけど。今世界に来てしばらく経ちましたが、街をうろつくのは低級妖怪ばかり。このまま例の計画を進めても問題はないでしょう。これは悪役ですね。そうだな。期待しているぞ、凍結に。お、さらにもう一匹。フクロウ。どこぞのグールですかね。ただいま戻りました。なんだ、また手ぶらで帰ってきたのか。使えないやつっす。おい。私の任務は人間に生まれ変わった我らの姫を探すことでございます。姫。はあ、その桜の枝が、ん？姫が残した鬼桜の輝き。それ、剣なのか？あ、すごい切ない表情してますね。我ら鬼族の姫。あ、鬼なんだ、春也くん。あ、酒飲みつったな。酒呑童子か。そっち系の妖怪だろ。でっかい杯を持って、グビグビお酒飲むタイプの妖怪。我ら鬼族の姫は必ずこの世界に復活の時を待っているんだ。承知しております。お前の矢が使えるのではなかったのか。くだらぬ低級妖怪を暴れさせただけではないか。それは。申し訳、つって。へえ、どういうこと？はあ。いえ。もう一回頑張ってみろよ的な感じで終わりましたね。おはようみんな。いいことをした次の日ってのは爽やかだな。まあ普通に次の日になってまた今日もね、怪奇事件を解決。お、ミスパどうした？さっきからずっと調べ物してるけど。おい、ホームボタンあるやん。あの緑色のホームボタンだろ。パッド退化してるぞ。これから他の怪奇案件も解決していく中で、手強い妖怪との戦いも増えてくるでしょう。ですので、もっと妖怪の友達を増やすことをお勧めいたします。あ、なるほど。友達、何、どういう感じなんだろう？今回、スカウトみたいな感じ？婚活。え、でも、婚はさ、ゲットしても呼び出せないんじゃないの？さあ、婚活についてね、コンビニの前にやってきたんですが、こちらの方はどなた様ですかね。コンサル。婚活担当のコンサル。妖怪のコンを交換するサービス。ほら、だから友達じゃないんだって。バトルで妖怪にコンスイトールをすれば、その妖怪のコンはあなたのもの。コンスイ状態になりまして、A ボタンで、デッドエール。うち。おお。妖怪ってコーンを抜いちゃって大丈夫なの？ねえ、そうね。めっちゃ抜いた途端にぶっ倒れたもんね。抜かれたコーンはそのうちまた復活する。おお。素直にコンタンに。メカブちゃんですね。あ、こっちにもコンタンいるわ。おい、もしかしてコンでビリヤードしようとしてない？なんだこの物騒な遊びは。あ、そうだよ。え、男の子じゃないよ。どうすんのこれ。あ、男の子もいるわ。アキノリ代わりに食われてくれ。あ、いたわ。今見えたと一瞬。ZL。キュピーン。どでけえ。化け物じゃん。妖怪じゃなくて、これはもう、化け物です。ガブリエル。かわいいじゃん。あれ？だけど凶暴化すると、あ、シャドウサイド化なんだ。
ねえ、どうして。あ、でも男だけ。こいつ面食いやろ、そしたら。男だけ狙ってっつって。あれ、大切な人を守りたくて。なんか全然事情が違ったっぽいですね。私が妖怪になる前、食虫植物だった頃、お世話になった女性です。彼女に恩返しをするために、このタプタプ池から見守っていました。ですが、ある日突然、彼女に向かって黒い矢が飛んできたんです。それで私は思わず、あ、守ったの。あ、パックンだって。パックン。あ、黒い矢食べちゃったんだ。その矢、この矢をさ、何？酒飲み投薬んだっけ？あの部下が打ち込んでんじゃないの？計画とか言ってるし。それで人食い草の噂が広まったのか。黒い矢が女の人に向けられたものなら、犯人の目的って一体なんだろう。この女の子とこのパックンの関係性を分かった上で、女の人に矢を打ち込んだんじゃない？この辺の妖怪をドス黒くさせる。人間に対して憎悪の感情を持たせるっていうのが、目的なんじゃないのかなぁ。あ、お手伝いする絵で。お。パックン。パックン。コマさんみたいな声じゃない？そのうちズラーとか言い出すぞ、こいつ。お。ここはどこ？妖魔界か？風神雷神の、シャドウサイドしない、あ、風くんだ、ほら、風神雷神や。カイラ様。そうか。ついに現れたか。伝承の通りだな。人間たちの世界、大変なこと起きる。ああ、あちらでは他にも妙な扉が出現しているという。頼んだぞ。え、カイラ人間界来るの？かわいい。カイラあれだよ。あれ、バスター2で海渡ってきたのカイラじゃなかった？妖怪ウォッチに選ばれし人間か。人間界くんが、また転校生として来るって多分。夏目のクラスに。二人目っつって。だとしたら面白いけどな。どう登場するんですかね。もう妖怪のまま来るんですかね。まあ、このね、トーマとかが大王と友達になったんだ、みたいなこと言ってたから、まあ、その妖怪のまま来る線もありえますよね。トーマいざとなったら不動明を呼び出すの。あ、トーマがなるのか、憑依召喚だから。全部強っ。え、トーマとその力を使いこなせていないのになんか引っかかるんだよな。どっかで完璧に使いこなせるようになるのかな。何かを掴んだみたいな感じになって、あ、悩んでるわ。僕が不動明を憑依できていたらもっと有利に戦えるはずなんだ。でもまだ不動明王は答えてくれない。お前はまだふさわしくないと、私に憑依するにはみたいなことなんですかね。トーマ何かをつかめるといいけどな。さあ残る一個自転車なんで、これ夏目んちに帰宅ですね。あ、お父さんがびっくりしてる。直してくれんのか本当に。お父さん。